1> 第1回審議が開催された総理大臣官邸新型インフルエンザ等対策閣僚会議は日本の内閣にて開催された会議体新型インフルエンザ等対策閣僚会議新型インフルエンザ等対策有識者会議会長オミシュゲルト内閣総理大臣安倍晋三新型インフルエンザ等対策閣僚会議は 世界で感染が拡大した H1N1 ア系によるインフルエンザの教訓に基づき、新型インフルエンザなど感染症への対策のために開催された会議体である。2011年、内閣の下に新型インフルエンザ等対策閣僚会議が設置された。設置根拠は、閣議高等領会・新型インフルエンザ等対策閣僚会議の開催についてに基づく。 新型インフルエンザ等対策閣僚会議の下には諮問機関として新型インフルエンザ等対策有識者会議が設置されている。さらに野田第一次改造内閣が提出した新型インフルエンザ等対策特別措置法案が第百八十回国会に出可決、成立し翌年四月十三日に施行されたことから参加においた基本的対処方針等諮問委員会が 同法に基づく緊急事態宣言を所管することになった。なお、2020年の新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、基本的対処方針等諮問委員会は、インフルエンザだけでなく新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言についても所管することになった。2020年に新型コロナウイルス感染症に 対する緊急事態宣言が発出された際にも、その妥当性について審議している。内閣総理大臣の安倍晋三が、緊急事態宣言の発出について会見する際には、新型インフルエンザ等対策有識者会議の会長であり、基本的対処方針等諮問委員会の委員長でも、ある、尾身茂,茂も同席した。議長、構成員は、個人を個別に任命するのではなく、 感触に対する当て職である。ありがとうございます。